久保さん、お疲れ様です。今回ね、ズボンが降りたらベルトを買うだけ、ズボンが降りてきたらベルトを買うだけにしましょう。まあ、雨が降ったら傘を差すっていう、まあ、一緒なんですけど、島村ね、行ってきたんですね、久保さん。島村、なんか島村はビニール袋ただみたいですね。ありがとうございます。でベルトを買ってきまして、ちょん切りました。今もうベルトをつけてるんですけど、すげえ落ちてきちゃうんですね、ズボンが落ちてきちゃって、まあ歩いてるともうパンツが見えてきちゃうんですね。あ、もうこれしゃあねえなと思って、そう、まあすごくシンプルで、久保さんが言う通り、まあ今ね、まあリアル店舗にしても何にしてもネットで検索していくわけですよね。うん、タウンページ見てそのなんかお店に行くとか、若い子でいるのかっていう、まあ時代がどんどん変わってって、今公衆電話を使う人もいなくなったし、この時代に公衆電話を設置して売るっていうのは難しいわけですよ。だから時代の流れっていうのがあって、そこに逆らって生きてたらまあ無理ですよね。だからまあ世の中の流れがそうなってきたんだったら情報発信すればいいだろうし、今までは情報発信っていうのも概念はなかったですけどね。まあ今はもう誰でもできるようになったわけですから、逆に言うとですよ、誰でもできる環境で誰でも持ってるデバイスでできるのにもかかわらずみんなやらないわけですよ。これってめっちゃチャンスだと思いません？環境も整ってる、デバイスもある、だけどみんなやらないわけですよ。ここってめちゃめちゃチャンスあると僕は思うんですけどね。時代の波に乗れるね、サーフボードもある、なんだ、波も来てる、まあ、サーファーって波を探してね、海いろいろ行くじゃないですか、大きい波探して、で目の前に波あるわけですよ。でサーフボードもあるわけですよ。乗りますか乗りませんかみたいな話で、そう、だすごくシンプルですよね。だからもしそこに逆らって生きていくんだったら、まあ、大変な人生があるんじゃないかなと思いますね。まあ、もちろんその波に乗るっていうこともね、まあ、大変かもしれないですけどね、サーフボードをちょっと扱わないといけないですから。まあでもね、麻雀店久保さんやってた方が大変だったと思いますよ。だって毎月100万の借金でしょ。1年で1200万、2年2000万、3年で3000万以上、4年で10年やったら1億ですよ、借金で。利子も増えますから、まあ無理ですね。ね、久保さん無理ですね。久保さんが時代の波に乗ってなかったら今ないですから。でも僕たちが考えるべきことっていうのが、みんなこの環境下にいるのにね、やってないと、やれてないと、できない、やったもん勝ちです。本当にやったもん勝ちだと僕は思いますけどね。しかも0円でできると、こんな素晴らしいことはないですよね。はい、いってらっしゃい。